左上肢の海洋、カッタゴリー、ブルーリ海洋は、グラム陽性肝菌のマイコバクテリウムウルスランズ内し、その菌炎の M、ウルスランズサブスプ、シンスエンセが病原体となり発症する海洋などの皮膚病変を主症状とする感染症である。患者数は、結核、ハンセン病に次ぐ第3の抗酸菌感染症として知られ、西アフリカや中央、 アフリカなどの熱帯、亜熱帯地域を主として世界約33カ国から患者報告がある。1948年にオーストラリアのマッキャラムらがエムウルスランズをキ因ン,ンとする無痛性の慢性皮膚海洋を報告し、ブルーリ海洋が非結核性抗酸菌症であると位置づけた。ブルーリの名称はウガンダのブルーリ地域でこの疾患が多く発症した。 ことに由来する。風による帰り見られない熱帯病の一つ。西アフリカ及び中央アフリカを中心として約33カ国からの患者報告がある。熱帯、亜熱帯地域に多いが日本と同様の温帯地域であるオーストラリアでも年間30の50例の報告がある。風は年間5000例以上の新規症例があると報告しているが、 本疾患の認知度、診断率が低く、報告義務もないため、実際にはそれ以上の患者が存在すると考えられる。なお、アフリカでは5の15歳の子供に発症する場合が多い。1980年に日本で初めて三越原が19歳女性の左肘関節伸び側の慢性皮膚潰瘍を報告して以降、計73例の報告がある。特に、 2007年以降増加傾向にある。いずれも海外渡航歴はなく、日本国内での感染が示唆された。病原体として M 新種園瀬が検出されている。石井の陸集計男女比は男性29例、女性44例と女性の発症が多い。日本における発症年齢は0から14歳、15例、15から59歳、29例。 60から89歳、29例とアフリカに比して、中高年に多い。非結核性抗酸菌である、M ウルスランズ及びその亜種である、M ウルスランズサブスプ新シ種シエンセが、菌菌である。この菌は、マイコラクトンという脂質毒素を産生し、局所のエシ、アポトーシスを引き起こし、皮膚改良を形成する。なお、日本の患者から検出された、 原因菌のすべてと中国での感染症例は、M、ウルスランズサブスプ新種遠征であった。感染経路は未だ不明であるが、水系やその周辺に生息する媒介生物を介して感染すると考えられている。沼地や河川での歩行、水泳、釣り、農作業などが感染の危険意子とされている。人から人感染の報告はない。日本各地で、 ブルーリ海洋患者が散発していることから、日本においては、原因菌は、環境中の水系などに広く分布していると、考えられる。宿主については、水生昆虫、貝類、魚類、陸性接触動物などから、エムウルスランズ遺伝子が検出されているが、明らかなことは分かっていない。日本においてザリガニから、菌 DNA が検出されたとの報告があるが、 ザリガニは雑食性であることからこれが感染源というわけではなく、実際に水系のどこかに菌が存在することの証明である。点に留意する必要がある。ーは1998年に世界ブルーリ海洋戦略を設立し、重症度別に治療方針を決定するために海洋の大きさで3つに分類した。後発部位は獅子や顔面などの裸ロブ、特に歌詞である。 感染経路は明らかになってはいないものの、水辺の環境での発症が多いことに関連すると考えられる。最初は虫刺され様の後半、公職休診で始まり、無痛性非下欠説に進行する。その数日から数週間後、中心部は自戒し、海洋化する。菌が酸性する、脂質毒素により、局所の免疫反応の抑制、組織の壊死が起こり、 海洋は拡大する。また、菌が神経の手腕細胞に侵入するため、痛覚の低下を起こし、無痛性のことが多い。ただし、日本の症例では、有通性の症例もあり、これは、M、ウルスランズサブスプ新シ種ン,シンセと、M、ウルスランズ間での何らかの違いがあると、考えられるが、現時点でも不明である。糖尿病性足海洋、うたい、性皮腐炎による海洋、 皮膚リーシュマニア症、肺用中症、炭素、悪性腫瘍による海洋、その他の皮膚抗酸菌症による海洋など。海洋変異から海洋底を綿棒で強く作化したもの、生肩組織をスタンプ標本としたものを検体とする。チールネイル全染色で抗酸菌を検出する。生肩皮膚組織を細切れしたもの、脳や、 海洋艇を強く作家した綿棒を用いる。小川梅地、液体梅地を用い、摂氏25度、摂氏37度で培養する。小川梅地については6ヶ月以上培養を継続する。出展、石井の陸編集 PCR 検査で、豆ズ2404を検索して、M ウルスランズか、M ウルスランズサブスプ、新種遠征を検出する。M ウルスランズ及び M、 ウルスランズサブスプ、新種エンセに、特異的なイズ2404を PCR 検査で、検出する。海洋を伴う皮脂の筋検査で、M ウルスランズを同定できれば、診断確定となるが、培養に時間を要する場合が多い。そのため、日本では、下記の3項目を満たした場合、診断としている。を伴う、病理組織検査で、エシゾ PCR 検査で、 陽性抗菌薬内服治療が主となる。風は RFPSM の8週間あるいは RFPSM の4週間と RFPCAM の4週間投与を推奨している。日本では薬剤感受性検査の結果 RFPCAMLVFX の3剤を併用することが多い。詳細な容量は、なお、寛容が大きい場合、 抗菌剤治療だけでは不十分な場合には病層から数センチメートル程度離して切除し皮膚移植も考慮する。ありがとうございます。